エアは、竹光徹の遺作となったフルート独創曲。1995年に作曲された。タイトルは、空気と歌の掛け言葉となっている。竹光の友人であったフルート奏者オーレルニコレの70歳、記念コンサートのために作曲され、ニコレに検定された。初演は1996年1月28日、バーゼルにて、上村太一による。 初演から約1ヶ月後の2月20日に、竹光が死去し、2月29日に行われた、国別式における、小泉博士の演奏が、日本初演となった。SEA 演奏時間は、約5から6分ほどである。演奏には、B 速部感が必要であり、通常のフルートの最低音 C4 よりも、半音低い B3 が要求される。全曲は竹光が、 遠い呼び声の彼方へ。以来愛用した C から音名を取った3本の動機、SEA によっている。ケイビトルトルトスワフスキの強くに、トランペットソロのためのなどは、同じモチーフを多用して作曲されたソロ曲でも、調整からの乖離が強いが、この、エアでは、異腸調を強く感じさせ、同じく調整感覚の強いアルトフルートとギターの、ための、海へを思い起こさせる。また、 海へをはじめとする晩年の竹光のフルート曲と同様、同音程のビスビリアンドトリルによる音色変化の装飾が多く用いられるのも大きな特徴である。ありがとうございます。